こんにちは、シエル、メイルです。雨の日が増え、体力を持て余す犬たち。家で退屈なワンズのストレス発散方法。退屈そうな時には、新しいおもちゃ2匹のお気に入りのおやつは、マローボーンという犬用の噛むおもちゃ。噛むことで思考が取れると定評のあるものです。中にビーフの香りのペーストが入っていて、ワンコが飽きません。ただ硬いので、シールでさえ噛むのに時間がかかります。なのですごく長持ち。マローボーンは小さくなるまでに2ヶ月くらいかかります。硬いので、メイルのプチサイズのマローボーンを狙うシエル。悪い顔で当たり前のようにメイルのおもちゃを取っていくパピヨン。いつもこんな感じでお姉ちゃんにおもちゃを取られるメイル。欲張りなシエルです。でも実はこのおもちゃはメイルには硬すぎるので、シエルが噛んで細く噛みやすくなったおもちゃで遊ぶのが好きなんです。本当にシエルに取られたくないものは寝室に持ち込んでこっそり遊ぶ白たぬきさん。シエルに遊んでほしくて、わざとシエルの好きなおもちゃを噛んで見せびらかしてみたりします。そしてさっきみたいに一番怖い顔でシエルにうなる白たぬき。雨の日は引っ張りっこの遊びとボール投げが増えます。どちらもワンちゃん大好きな遊びですよね。うちの場合、きっかけを作ると2匹で続きの取り合いスタート。引っ張りっこが始まります。やっぱりシエルの勝ち。だけどメイルが取って逃走。飽きるまでマローボーンを噛むシエル。疲れるとキッチンのそばでお昼寝。シエルが寝ていると背中をカキカキ。シエルに構ってほしい白タヌキ。何度もシエルにちょっかいを出して遊んでもらいます。嬉しそうなメイル。しつこく誘います。
シエルが噛んで噛みやすくなったマローボーンを噛むメイル。噛み噛みに疲れるとストレス発散の舞。晴れたらできる限り外で散歩をしたり、良いドッグランを見つけて楽しませてあげたいです。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。